松尾酒造のこれ知ってますなんですけどね、今日はですね、何を行こうかなと思ってたんですね。まあなかなか夫婦関係っていうのはね、あれですけど、夫婦が我慢していることトップ10っていうのがありましてね。まず第1位、夫の方から言います。夫1位、1人の時間を我慢している、これ一番多いらしいですね。2位が興味のない話も我慢して聞く。3位が欲しいものを我慢している。4位が自分の趣味を我慢している。5位我慢して相手の趣味に付き合っている。ときめきがなくても我慢。止めどなすぎやを我慢。料理がうまくても我慢。相手の容姿、体型が変化しても我慢。10位に親孝行を我慢ということですね。そして女性。女性はですね、欲しいものを我慢している。うん、2位がときめきがなくても我慢。3位、興味のない話も我慢。人の時間を我慢、相手の容姿我慢、友達付き合い我慢、自分の趣味を我慢。まあ要はどっちも我慢してるということですね。ですからまあそのもう夫婦というのは我慢があって成り立っているということですね。まあですから我慢、辛抱というのは何事でも大事です。それでは松尾酒造、彼知ってますは我慢じゃないな。夫婦で我慢していることは何でしょう？アンケートでございました。松尾酒造、これ知ってました。どうもありがとうございます。はい。おおお。